時の初め頃にアメリカ合衆国南部の地域で起こった音楽バンドの形式あるいはそのバンドの演奏の音楽の一つジャグバンドのジャグとはウイスキーなどの飲み物を貯蔵するための瓶を意味するジャグは口に息を吹き込むことによって低音楽器として使用されるもともとジャグ奏者がバンドに加わることが多いことからこのような名前が付けられたものと思われるが 必ずしも、ジャグブロワーは、ジャグバンドの必須条件ではない。実際に今も昔も、ジャグブロワーを含まない、ジャグバンドは数多く存在する。バンドの編成はまちまちであるが、ジャグ、ウォッシュボード、ミュージカルソウ、カズウ、ウォッシュタブベース、スプーンなど、身の回りにあるものから作られた手製の楽器を多く、使うのが特徴と言える。これらの楽器にハーモニカ、バンジョー。 ギター、マンドリン、アコーディオンなどの楽器が加わる。音楽的にはトラディショナルなジャズ、ブルース、カントリー、ブルーグラスなどを基調としたものが一般的である。ジャグバンドの生誕の地はケンタッキー州ルイビルであると言われている。この地で最初に活躍したジャグバンドが1900年に結成されたサイアンダーソンジャグバンドであった。 1924年9月、ルイビル出身のシンガー、サラ・マーティンが、ジャグブロワーのアールマクドナルドと組み、レコーディングを行った。これが、ジャグバンドとして、初めてのレコーディングとされている。この頃になると、ジャグバンドは、ルイビルから飛び火し、メンフィスで新たなバンドが誕生するようになった。メンフィスのバンドの中には、 ガスキャノン率いるキャノンズジャグストイパーズ、そしてウィルシェード率いるメンフィスジャグバンドがあった。共に代表的なジャグバンドとして知られるようになる存在である。この他にも、メンフィスミニー、ファリー・ルイスなど、ジャグバンドスタイルの演奏を展開するミュージシャンが多く登場し、メンフィスのシーンを賑わせた。1920年代から30年代にかけて、 ルイビルとメンフィスの2都市を中心に人気を博したジャグバンドだが、1930年後半頃から都会的なスタイルがもてはやされるようになり、その勢いを失っていった。イギリスでは、1950年代に登場したロニー、ドネガインのロックアイランドラインのヒットにより、大きなスキッフルブームが起こるが、このスキッフルは、一般的にジャグブロワーを含まない。 ジャグバンドを指す言葉となっていた。一方、本場アメリカでは、1950年代後半から60年代にかけてのフォークブームの盛り上がりとともに、ジャグバンドリバイバルが若い世代の間で発生した。その流れの中で登場したのがボストンを拠点としたジム、クーエスキンジャグバンドであり、ジョン・セバスチャンらが参加した、ニューヨークのイーブン・ダズンジャグバンドであった。 双方のバンドに若かりし、コロのマリア・マルダーも参加していた。ルーフトップシンガーズの曲、ウォーク、ライトインは、ジャグバンド唯一の全米ナンバー1ヒットとなり、アラバマ州に陰性していたガスキャノンが再発見され、レコーディングを行った。またグレートフルレッドのジェリー・ガルシアらも、もともとは、ジャグバンドのメンバーだった。横浜ジャグバンドフェスティバル日本でも少数派ながら、 ジャグバンドは一部で一定の人気を保っており、全国にジャグバンドが存在する。2002年には、横浜ジャグバンドフェスティバルが横浜市で開催された。以後、毎年4月にこのフェスティバルは開催されており、例年日本各地からバンドが集結する。ブルースギターブック、保存版、アコースティックブルースジャグバンドの根弱。ありがとうございます。